レカレカ散歩第31弾イエーイ、はい、久しぶり、めっちゃ久しぶり。あのこの間の30弾見たら、うん、夏でした、はい、というわけでもう冬になっちゃいましたが、はい、31弾じゃあ今日は、はい、いつもの Vlog みたいな感じですが、うん、吉祥寺にやってきました。イエーイ。吉祥寺でいろいろお店回ったりとか、うん、あとアクセサリー作ったりとかも予定しているので、はい、ぜひ楽しみに最後まで見ていただけたらなと思います。ではスタート。はい、今日はずっと気になっていたアクセサリー作りをしてきました。イエーイ。で、ここは吉祥寺パルコにあるサリーマートさんにやってきました。では早速アクセサリー作っていきたいと思います。はい、じゃあ今から選んでいきたいと思います。なんか A、B、C、D の4つの部屋に分かれてて、うん、で、それぞれなんかテイストの違うパーツとかがあったりするんですけど、もうこれは悩みそう。ちょっとじゃあ紹介します。すごい、いや、やばいからここがなんかこのカラフルな、うん、ちょっとおもちゃっぽい感じ、うんうん、でもなんか作りたいのはなんとなく想像できとるけど、今このパールとまだお花しか選んでないどうしよう。何か。とりあえずさ、やったけどさ。分からん。どうしよう。でも可愛い気がするけどな。迷っております。でも猫はなんか作りたいのが。できそうな気がしてる。なんで？わからんけど。やってみような、わからんけど。うん、これでいいかな。というわけで、今ビーズを集めてきました。なので、今からこの紐、こんな紐に通していきます。真ん中を先に決めるのがいいらしい。はい、うまくいくかな？大丈夫かな？心配ですが。じゃあやっていきましょう。はい。どうですか？ニコちゃんはこうして、かわいいよ。いいと思う。これリカの。どう？いや、かわいいよ。可愛い。これどう？リコの。可愛い、リコの。めっちゃいいやん。可愛い、可愛い。可愛い。うん。はい、というわけで今近くの井の頭公園に来ました。前に一回来たことあるんですよね、うん、前も多分冬服やったから、そう、多分ちょうど1年ぐらい前な気がする、うん、そう、 YouTube で吉祥寺にコンバースの靴を作りに来た時ですね。そう、来ましたね。そういや、その時以外です。じゃあ今日はここの近くにあるカフェとバーも紹介しつつのんびり過ごしたいと思います。サイドウォーク
コーヒーさんで今テイクアウトしてきました。リカはオーツミルクラテで、リコはカフェラテ。いただきますか。美味しそう。いいよ。うん、美味しい。うまっ。美味しい。食べ終わったので、今日のコーデタイムします。今日はね、ちょっと寒かったの。だから今日は上着を羽織りました。アリシアスタンっていうブランドのスタジャン。で、中も一緒ですね。で、デニムはザラで買いました。リカのコーデはこんな感じです。今日はですね、ちょっと出てから思ったんですけど、めちゃくちゃ今日寒い。アウター着てなくても過ごせる気温やったけど、今日はちょっと寒いので、さすがにアウター買わないとですね。この中に着ているこの襟はシャツの襟を出してるんですよ。これ新しくザラで買ったんですけど、この大きめの襟なので、普通のスウェットの中からこうやって襟だけ出してあげるとおしゃれで可愛いです。はい、というわけで今日はちょっとこの襟がポイントです。はい、作ったネックレスこんな感じ。じゃーん。めっちゃお気に入り、可愛い。このチャームとかもめちゃくちゃ可愛い。今回はリカとリコのファンクラブの方におプレゼントということで、じゃん、こちら。これはブレスレットも2人で選んで作ったので、これぜひ欲しいという方は概要欄からファンクラブダウンロードしてニコタチルームに入ってください。お願いします。はい、というわけで今日は吉祥寺リカリク散歩どうでしたでしょうか。楽しかった。リカとリコアクセサリーも作れて、美味しいカフェも行けて、うん、楽しかったです。また久々にじゃないようにしてなの。そうやな。また皆さんおすすめのスポットがあれば教えてください。それでは、バイバーイ。バイバーイ。